釜山広域市、釜山広域市、釜山広域市、英語、武山は大韓民国南東部に位置する広域市。韓国第二の都市である。津島海峡に面し、古くから日本と朝鮮半島とを結ぶ交通の要衝として栄えてきた湾都市である。首都ソウルに次ぐ韓国第二の都市として、政治、経済、文化の面で重要な役割を担ってきた。 朝鮮半島南東端に位置し、韓国の主要都市中で最も日本の近くに位置する。津島海峡に水道、朝鮮海峡、韓国では、富山海峡を挟んで、津島を望むことができ、ヘウンデクの冬柏などから肉眼で見えるが年間約60日あり、下関市、福岡市までは 200km ほどの距離である。このため、日本との関係も密接であり、特に、下関市、 福岡市などの北部、九州や山口県との関係が深い。現在は広域市に位置づけられ、道には属さないが、1962年までは、京商南道に属していた。道から独立後も1983年6月まで、京商南道町の所在地であった。朝鮮の地方区分でいう京商道地方、峰南地方の中心都市である。読み。 各種表記は、大韓民国の地方行政区画を参照のこと。あとに、クヤ韓国、金韓国、そして、ミマナとなる地域は、弥生時代中期、前4、3世紀に入り従来の土器とは、様式の全く異なる弥生土器が急増し始めるが、これは、後のミマナにつながる地域へ和人が進出し、結果とみられる。朝鮮半島における和国の北端である、 三国志義所島遺伝は尋常の項目における、九屋韓国の後継にあたる金韓国を中心とする地域に含まれる。古代は、三間な、かやに含まれる地域である。白木に合併された時に、うる山軍になり、統一白木時代の757年に、領州、現在の両山市所属のあずまら軍を設置、現在の市街地地域に、東なる県、基調軍に、基調県が、 安ズ雷軍のもとに設けられているが、地域の中心は、近海にあった。ミマナについて、我が、白木やだらを新民とした党と書かれている、公海道非日本軍海山説が否定され、またいくつもの日本固有の前方公園墳が、朝鮮半島南部で発見され始めたことなどから、近年マと朝廷そのものあるいは深い関連を持つ、集団による、この地域の統治権。 軍事統括権及び朝税権の存在について認める様々な見解が発表されている。高麗時代の富山浦は、宇津州の東ず県に所属する漁村であった。李氏朝鮮、朝鮮王朝時代、富山地域にははじめ東ず県、後に東ずまらいふ、あと五府が置かれた。対日防衛の要衝であることから、軽症作動と万個が置かれた。また、 対日交易の拠点としても重要な位置を占め、15世紀初めには、富山浦に、日本人居留地である和館が設置された、浦書和館。以後、富山地域は、三浦の乱や文読、慶長の役など中世日朝関係の曲折の、舞台となった。朝鮮王朝と江戸幕府の交渉が復活すると、四道山一帯に、津島藩の僧侶和館が設置された。江戸時代、 鎖国時代の日本では、江戸地及び琉球と共に日本人が海外に居住できる限られた場所となった。1877年の日朝修好条件によって朝鮮が開国した際、3カ所の開港地、他の2校は二河、元山の一つとなり、和館は引き続き日本人居留地となった。以後、不残港の貿易港としての整備と共に、 港湾都市富山は発展することになる。1905年には、鉄道、京府線が開通し、富山駅が開業した。この間、行政面では1895年に、京商道が廃止されて、東ズマライフ23不正になったが、翌年に京商南道になり、道庁が富山に置かれた。 日本統治時代の1914年には行政区画の整理が行われた。この時、旧富山府の日本人居留地一帯、富山港周辺を新富山府として編成した。郊外部では旧富山府の農村部と基長軍を東来軍として改編した。以後、日本統治下では1936.42年の二度にわたって富山府は不域拡張を行っている。 1936年には西面など、現、普山鎮区などの一体が、1942年には、アズマラいなど、現、アズマライ区な,などの一体が東軍から不意に編入された。1949年に、普山府は、普山市に改称した。1950年に、朝鮮戦争が勃発し、ソウルが陥落すると、 富山は1953年まで大韓民国の臨時首都となった。富山には戦争を避けた難民が多く移り住み、人口が増加した。1957年には出張所を改めて区が設置され、1963年には富山直轄市に昇格した。朝鮮戦争後は近海軍の一部、現、厚生区一帯を編入するなど、 数字の市域拡大を行っている。1995年に、富山広域市に名称を改めるとともに、遼山郡内の旧、東ずま雷軍域、現、基調群を、市域に編入した。2000年には、文化観光部2000年式の告示に伴い、公式の英語表記が、それまでの富山から、釜山に改められた。ただし、富山大学校など、現在も富山の表記が扱われる場合もある。 長らく市長は港に近い旧市街地の古い建物を使っていたが、1999年に、連ン・ツ区ミクに市長の庁舎を建設して、移転、裁判所なども連ン・ツ区ミクに所在している。市長跡地には超高層ビルの富山ロッテタウンタワーが建設中で、2019年に完成する予定である。市の人口は近年まで増加の一途をたどり、 一時400万人前後に達したが2000年以降徐々にドーナツ化減少によって減少傾向にあると言われる。2019年9月6日不斬市議会第280回第2次本会議の中で日本先般企業の製品の公共購買制限及び表示に関する条例を可決、日本の菅官房長官から非難を受けている。読みは 大韓民国の地方行政区画を参照。韓国では2003年まで姉妹都市関係は一国一都市に限るという規則があった。このため、すでに下関市との間で姉妹都市関係を結んでいた富山市は、当初は行政交流都市の関係を福岡市と結んでいた。その後、この規制が撤廃されたことを受け、2007年2月2日、 両氏はそれまでの関係の核を引き上げ、姉妹都市関係の締結を行った。従って、現在では、姉妹都市である。イギリスの週刊新聞エコノミストが発表した、世界の経済大国のうち最も空気が汚染されている都市で、ワースト5に入った。富山では、東南方言の一種である、富山丸が話され、ともえチングなど富山を舞台にした作品でも耳に、 することができる。漁港を要するため海鮮料理が名物であるほか、ホルモン焼き、豚骨スープを用いた、手軸っ葉、朝鮮戦争の際に、北からの避難民が持ち込んだ、ピョンヤン冷麺を起源に持つミルミョン、豚足をサラダ風に盛り付けるネンチェチョッパル、アズマライチクのパジョン、ネギチジミなどが、富山のご当地グルメに挙げられる。日本当地時代から野球が盛んであり、 釜山商業と釜山中学が朝鮮代表として全国高校野球選手権大会に出場している。現在も野球都市と称されることがあるほど韓国では最も野球人気が高い都市である。ファンの熱狂的な応援で知られる地元球団ロッテジャイアンツは韓国でも屈指の人気球団であり観客動員もトップクラスを誇る。釜山校は 大韓民国のハブ港湾である。2005年、2006年の富山港のコンテナ取り扱い量は世界5位である。ここでは主要な駅を掲載、上記の他に富山鎮駅も存在するが、2005年より旅客扱いを行っておらず、現在は貨物駅としてコンテナ貨物の取り扱いのみを行っている。また、市内西部には貨物船の富山振興船が通っている。 1968年までは、市電、路面電車も、市街地で運行されていた。詳しくは、富山市電を参照。バス運送事業組合及び、マウルバス運送事業組合の参加事業者により、多数のバス路線が設定、運行されている。運賃、機能体系は、一般バス、座席バスマウルバス、深夜バスに分かれる。運賃支払いには、 花路カードも利用でき、カード利用割引、地下鉄乗り継ぎ割引などの制度が適用される。一部路線は、ウルサン広域市や遼山市へも乗り入れているほか、ウルサン広域市、遼山市の市内バスにも富山市内への乗り入れ路線がある。朝鮮半島の南端に位置するため、比較的温暖な気候である。最高気温局地は、摂氏37.3度、 2016年8月14日、最低気温局値は低、摂氏14.0度、1915年1月13日、過去最新積雪は 37.2cm、2005年3月6日である。二千五年三月の大雪はそれまでの最深積雪記録、百四十五年二月十五日のチメートルを六十年ぶりに大幅に塗り替える。 記録的な大雪となった。過去に20センチメートル以上の積雪は前日の2度しかなく、例年は積雪となることはほとんどない。2011年1月16日には午前の最低気温が低く、摂氏12.8度を記録し、1915年以来96年ぶりの大寒波に見舞われた。地理学での欠片の気候区分では、かつては、 温暖湿潤気候の代表的な都市とされていたが、近年の夏季の降水量の増大の結果温帯化う気候、最多雨月は7月で3 1 6 9ト、mm、ル、最小雨月は12月で2 2 8ト、mm、ルで、あるために変化した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。